はいどうも、顔面偏差値28、イケメン界の浪人生、アキヨンです。よろしくお願いします。ふぅー、ゴールデンウィーク終わっちゃったよー、ガオガオということでね今回もスターフォースポケットプラス張り切ってプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますはい、ということでね、いやでもしょっぱなからなんかね、あこいつヘラヘラしてるなっていうのをね、皆さん若干思われたかなと思いますね。そしてちょっとヘラヘラしすぎたせいで、あのガオガオのね、あの勢いもちょっとなかったかなっていうね、そんな気もねするんですけどね、ご存知ですか。ちょっとゴールデンウィーク中にね、ちょっと大きめの、まあ、家具というかね、なんていうんですかね、大きめの、ベッドとかが収納できるような、なんていうんですかね、ラックシェルフ、なんかね、そういうのをね、大きめのやつ、ベッドが収納できますよっていうのをね、お値段以上の、お店でね、某、ね、お値段以上のお店でね、買うことになったんですよね。で、ちょっと、まあそのエピソードについてはまたレース中にね、話をしましてね、部屋の門をごっそり今外に出してて、部屋には今パソコンしかないっていうような状態なんですよね。そこで今ね、動画スパゲの動画を初めて今回撮ってるんですけど、声が響くっていうねすごい反響してて、物があるだけであんなにもなんていうこもるというかね、えするんやなっていうのを改めてね思ってる今日この頃ですね。皆さんゴールデンウィーク終わりましてね、もう日常が始まってるんじゃないでしょうかっていうね、頑張っていきましょうね皆さん。はい、ということでスターフォースポケット張り切ってやっていきましょう。はい、マンスリー等のねクエストもね、取り切りまして、ある程度ね取り切りましてね、プレゼントボックスに溜まってるっていうような状態なんですけど、楽しみですね。金亀世代クエストね、こちらがね始まってる、まだガチャとねこのクエストが始まってるんでね、こちらね今回ねやっていきたいなと思います。で、皆さん気になっておられるかと思うんですけれども、皆さんね、いつも見てますよって、ありがとうございます、コメントいただいてね。ちょっと返信遅れてますけどね、またねちょっと遅れながらでもちょっと返していこうかなと思ってますのでね、お待ちいただければと思います。その5日ぐらい過ぎちゃってるコメント、なんか返信回数もなんか逆に失礼かなっていう気もしてきたんですけど、思ったりもするんですけど、頑張って返していきますのでね、少々お待ちいただければと思いますので、皆さんね、見てますよって、楽しく見てます、ありがとうございます。ね、参考にさせていただいてます。ね、コメントいただいてるんですけど、まあそうですね、まあいい意味での参考なのか、悪い意味での参考なのか、まあどちらにせよですね、どちらにせよ、アニョハセヨということでね、ね、参考になればいいかなと思ってます。はい、ありがとうございます、見てくれて。で、オペラ校ね、前回ね走らせましたオペラ校ですね、客室もね張り切って王道にしてね、世紀末覇王に王道ですよね、素晴らしい文字、字面だけでは素晴らしいと思うんですけど、まあね得意コースも、まあ、京都と函館やったのが良くなかったのかね、成績も振るわずでしたね。はい、もう全然勝てない、全然勝てない、なんかねどこがどう王道なのっていうね、そんなね王道っていうとね、なんか最終コーナーで抜け出して直線先頭に立ってそのまま押し切るみたいなね、なんかそういうのが王道っぽかったんですけど、王道かなってイメージしてたんですけど、もう直線入った時にはもうほぼしんがりみたいなね、そんな王道どこにあんねんみたいなね、なんかそんな感じでしたね。うん、ただ低音オペローはね、低音ベローの有馬記念ね、あれでしたからね、直線最後しんがりでしたからね、ほぼね、そっか差し切るよ、さすが世紀末覇王、さすが世紀末覇王ってね声響くなでなんですけど、もう一頭作ってましたコペラ王の方がですね、いやー始まったんですよね。はい、この感じです。タイトルも1600から3600なんですけどね、完全制覇無事取りましたよ。そしてですよね、SWBC も今5勝してる状態ですから、うまくいけば、もうね、1位の方はね、もうね、110万、100万超えて、もうプラス10万っていう世界になっちゃってるんですけど、ね、
まあ100万までは、まあまあでも SWE も順々勝ててるし、このままいけばねいい感じでフィニッシュするんじゃないでしょうかっていうところで、ね、なかなか使えずにいてるんですけれども、まあその他はちょっとね、まあこうやって40万であったりだとか、楽しみですね。まあなかなかうまく走らないなっていうのをちょっとね走らせてるっていう感じですね。うまくいかない、うまくいかないけどまだいっといますよっていう、そうなんですけど、いろいろね今回ガチを回して、金亀世代のねコスモバルク走らせていこうかなと思っておりますね。ね、こちらですね、コスモバルク初くらいね来てますよって、コスモバルクはニューカードですね。それではまずは受け取りましょうか。ずらーっと来てますね、ありがとうございます。さあイエーイということで、あ、金亀早ガチャですね来てますね。はい、で竹芝王もまだね、あの今回ね5回回したいなと思います。3枚、5回回せば1枚ゲットできるんで、ね5回回すうちに、2回自力で引ければね揃うっていう、そんなとこですね。まあ引けなければどうしようかなっていうそのとこなんですけどね。まあちょっとね課金はねちょっとね難しいなっていう、そんなとこなんですけどね。それではまずはキャンペーン行きましょう。おお、エイシンロシュ出てる。皆さんどうですかっていうね、欲しいカバ券出ましたかっていうね。いやいや、その前にちょっとデイリーガチャ忘れてましたね。運試しです、ここで運を使っとかないとっていう。うぅ、やばい、てれってってってね。え、即観戦チケットはねもうハッピーバヌシなんで、ずっとね使うことがないんですよね。まあどん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 溜まってます。はい、受け取って、どんどん受け取って、そしてねえ、これもね今ダービー&オークスバーガチャで、ね、オークスガチャね、ね、ダービーオークスの勝ち馬が足るということで来てますね。450万円、キャンペーンの分とね合わせてね450万円来てますが、これも全部回してしまってると時間がちょっと押しに押してしまいますので、今回はね竹芝を狙っていきたいなと思いますね。それでは行きましょうか。いや結構ねあの WBC とか見てると、あの客室、竹芝の客室破天荒ね、使われてる方いらし結構いらっしゃるので、あ、みんな順調に揃ってんねんなってすごいなっていうね、羨ましい目で WBC を観戦してますってね。で大概あのねオペラ王のあの子供はうまいこと買ってくれてますけど、それ以外の子はもうほぼほぼ、一番人気は取るんですけど4着5着っていうね。はい、ということでね、青背景でしたので飛ばしたいなと思います。頼むよ、出てくれよ、ポン。うわー、さっきのデイリーガチャで虹出たからやねえ。はい、ということでね、どんどんいきましょう。頼む、出てくれ。2個出てくれだよね、2個出てくれ、奇跡起きてくれ。よし、うん、来た、絶対来た。頼む頼む、竹芝を破天荒ぶりを見せてくれ。おお、エルコンドルパサーね、え今回の僕のテンションはもう完全に入れ込んでるパサーなんですよね。ドドンっていうね、頼むで、来てくれ竹芝を、来てくれ、俺の竹芝を。まさか最後の最後で来たー、やばい、来たよ。おお、ビビった、白黒写真やからね、白黒写真やからちょっと薄れて見て R に見えた、よかった、普通のね R に見えましたわ、白黒やから。来た、あと1個だらあと1個来てくれ、あと1個来てくれ、あと1個とは言わずに2個ぐらいまとめて来てくれた、よし、うん、この流れはねいい流れですからね。おお、いきなり、頼む、うわー、エルコンドルパサーかよーっていうね、 1% なんでね、同じ、まあ、後半はなさそうですね、ね、ガシャンって来てないんでね。ああ、ドキドキしが、ドキドキ、ドキドキしますね、本当にね、ドキドキしますよ、行こう。うん、3回目、え、あれ、うん、3回目やな、買ってる、あれ4回しか回せない、あれ石250個なかった、あれ、あ、まあいいか
おう。あれ？これ4回目？あれ？これ？テンション上がりすぎて、テンション上がりすぎて何回目回してるか分からんかった。いや、200。あれ？まあいっか。まあいっか行こう。ということでね、あと1回回せるんで、これ最後のね、これで1枚出てくれると、ね、いけてるはずなんですよね。頼む！ NO！ No way！No way！ わん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 。マジかよ。はい、ということでね、5回回しますね。うん、なんだっけ、どこで、ね、計算間違ってたんやろっていうね。なんでそんなテンション上がりすぎたせいかな。うわ、1枚出たのにな、残念。マジかよ。ガチャがね、一応13日までなんでね、なんとか工面できるかな、無理かな。そんなとこですね。ちょっと先に交換しときたいなと思いますね。使用パラメータもね、増えるんでね、欲しいですよね。おお、竹芝チケット、あ、前のやつ交換しなかったんか。あぶね、あぶね、前のやつ交換しなかったんか。いや、前のやつね、交換しなかった。あぶね、いつもね、交換し忘れてね、せっかく回したガチャが無駄になってしまってるんで、皆さんね、交換忘れずにね。あと1個だ。奇跡起きてくれるかなと思ったのにな。ちょっと合成だけしときます、先に、忘れんうちに。はあ、出た時はドキッとしたのにな。楽しみです、うん、ね、ちょっと枠がないので、まだね、感謝だーもね、20枠やったんですけど、まだ走らせてなくて、で、まだその後ね、2代目でね、虹ができたっていうね、そんなとこですね。ウォッカとフリントシャーで作ったヒンマにフランケルですね。はい。サドラーズウェルズとデインヒルかなんかの、確かね、18.75 が2個ついてるっていう配合なんですけど、それでね、虹ができたっていうね、そんなとこですね。うん、ただ、1006から2400なんで、うん、どうかなっていう。こいつをとりあえず枠を開けましてで、ね、銀の株主権ですね。で、銀の株主権を購入してゲットしまして、そしてセリーチですね。そうそう、今回ね、ヒンマがいなくてね、全員男の馬ですね。名称ボーラー、コスモバルクね。ね、銅の方はハイヤーゲーム、タモホットプレイ、山にアラバスタ、あ、ヒンマおるないと。ね、そんなとこですね。まあ、コスモバルクやっていきたいなと思います。クラシックね、走らせたいんでね。ね、コスモバルクといえばね、地方からね、地方の馬でね、紋別、北海道の馬ですね。そっから来て、中央に来て、来たんですけど、中央に来て、まあ、活躍したって、そういう馬さんですね。うん、ちょっと気性が荒くてね、気性が荒かったんですよね、確かね。なんか遮光したり、すごい、ね、五十嵐ジョッキーもね、苦戦してた、お馬さんですね。というところで、そうですね。まあ、弥生賞から行きましょうか。そうやな、来週はレジェンドもせなあかんねんな。忘れたな。忘れてたわけじゃないんですけどね、金次郎を使ってね、ちょっと覚醒するの迷ってるんですよね。あー、これなー、竹芝惜しかったな。どうしようかな、なんか距離伸ばす必要あるんかな。ちょっとね、五十嵐ジョッキーはいないのでね、五十嵐冬木ジョッキーですねはいないので、そうですね、いろんなジョッキーが乗られてますね。うん、ルメールも乗ってるし、アンカツさんも乗ってるしね、松岡雅美ジョッキーね、乗ってますね。いろんなジョッキーが乗ってますが、そうですね、竹幸四郎ジョッキーも乗ってますね。まあ、ここはね、地方から来たっていうことでね、アンカさんに乗ってもらいましょうか。さあ、それでは2周調教で、いい
じですね。嬉しそうですね。じゃあ三周調教の中2周でね、進めていきたいなと、いつも通りねクラシック進めていきたいなと思います。無事見事いい感じですね。あ、1008から2600、なるほど、適正な馬体重です。無事にね、見事ね3冠クラシック3冠取ることができるのかっていうね。いい感じですね。ちょっとね2003年、そうそう、コストンバルクがねが買った時はキングカメハメハがねダービー馬なんですけど、それが2003年なんで2003までね回そうかと思ったんですけど、今一番人気ですね、2012年でしたのでね、結構回さなあかんなと思うと、うん、ちょっとね、はい、ちょっとまあ、うん、ちょっと、うん、まあこういうこと言うのは良くないんでね、あんま言いたくないですけどね、ちょっとめんどくせえなってなっちゃったっていうねそのところなのでね、ちょっとねご了承いただければなと思います。まあ別の世代でね走らせてどうなのかっていう風なね見方がね、見方でね行きたいなと思いますはい、それではね、もういつも通り、まあいつも通り馬券もね買いながら行きたいなと思うんですけど、なんかね結構4着っていうのがね増えてきたような気がするんですよね、今の仕様にアップデートが入って今の仕様になってからね。なので自分の馬を外す3連単で、買っていきたいなと思います。1着にね自分の馬を外すで、ちょっとね50枚ずつでも6総流しすると6万なんで、ちょっとねこれでいきたいなと思いますね。バカでかいのが当たる可能性もありますしね、当たった時はちょっと残念な結果になるんですけど、あ、どうしよう、使っとくか、まあいっかクラシック第1巻さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取って12番名称門松、そのうち、はい、ということでね、あのお値段以上 の後ろ、ね、番あのお店の話なんですけど、冒頭でもねちょっと触れましたね、あの大きめのね、それからもう一頭、あのなんかニドリニドリね、あのちょっと、うん、ピー入れとこうかな、あのお値段以上のそのお店行ったらそのレイアウトがされてって、もうすでに、ね、組んだ状態レイアウトされてって、そこでなんかゲーミング、あのゲーミングデスクみたいな感じでセットされてたんですよね。でそこで、ああええー、なーと思って、本当はなんかベッドかなんか入れるみたいなんですけど、そこにあのパソコンの机入れてパソコン置いて、で横にもあのね、あのラックがあったりとか、ラックっていうかあの、ね、かけるとこがあったりとか、いろいろあって収納できますよっていうのがあったんで、あ、せっかくなんで、ね、ちょっともうテレワークも増えてきたし、テレワークも増えてきたっていうかね、もうそういう、もう家で作業できるっていう状況にしちゃおう、思い切りしちゃおうっていうことで、それをね、買いましたよっていうね、購入したっていう、その話なんですけどね、まあちょっと、もうレースが終わりそうなんでね、次のレースにね、持ち越しましょう。外からコスモバルク捉えるか、コスモバルク2投目の先頭1着、2投目の2着は、はい、ということでね、まあ当たりはしましたけどね、1着9番2着と、まあ人気で決着してしまったってそのとこですね。いやいやいや、いいんですよ、いいんですよ、この買い方をしとけばね、自分の馬がね勝たなくても喜べるっていうね、そういうね、そういうね保険をかけつつプレーにスタポケに挑むっていうね、そういうとこですね。いい感じですね、いい感じですね。いや、なんかちょっと声がすごくあの反響してて響いてるのがね気になってなんか集中できへんな今日、うん、集中はしてるんですけど、まあ全集中上ねえ、そんな感じですわ、ね、全集中常駐でね取り組んではいるんですけどね、まさにこの、いい感じです ね残響参加ですね、これはね、うん、遊郭編のエンディングテーマでもありましたね。なんとかここで勝ってほしいですね、もう残響、もう残響っていう感じですね、最後のね、まあまああれがズッキューンって聞こえてたっていうのはあの内緒でお願いしますねはい、ということで何も考えずにもうね、一着外して買いたいんですけれども、まあ、読みとしては、まあ、トリップね、
トリップ534ね、トリップ。そして6番ね、ディープブリランドね。そして1番門松ね、754、うん、まあ点1の違いなんでね、 75.5、 ほぼゾロ目ね、ほぼゾロ目ですね。ただね、単勝でね、この辺がゾロ目にもなってるんで、まあ気にはなるかなと思うんですけど、まあそう考えると、まあ自分の馬が飛びそうだなっていう、人気馬がねこぞって、飛びそうだなっていう気がするんですけどね。ワールドエース結構来ますよね、このレースね。ワールドエース結構来ますよね、このレースって、めっちゃなんか今気持ちよかったな、韻を踏んでて。さあ、まずはクラシック第1巻ですね。このサツキ街道を通って最初の栄冠を手にするのは果たしてどの馬なんでしょうか。ねえ、一番人気やったんですよね、実際ね、コスモバルクね、サツキ賞ね、まあ、2着やったんですけど、ね、まあ、その時の勝ち馬がダイワメジャーなんでね、ダイワメジャーもこの後、ね、どん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 活躍していく馬なんで、すごい素晴らしいですよね。まあ、ここが取れればな、気象がなんかね、やっぱ荒いみたいなんで、距離が伸びるのはね、あんま良くなかったのかっていうような感じなんですけど、ここはね、取っときたかったところだと思いますね、はい、実際ね。この辺りちょっと離れているね、やっぱジョッキーも緊張したんかなっていうね、最初の方は逃げてて、ね、結構前に行く馬やったのにね、結構中段待機してたような記憶があるんでね、ちょっと緊張したんかな、うん。そして外からは8番、まあそんなところではあるんですけどね、まあ長く長くね走った大馬さんで、ね、活躍してた馬さんなんでね、いい馬さん素晴らしいですね。4番ベールドインパクト、そしてその後ろから2番ワールドエース、はい、ということでね、いや結局そのまあまあね、ちょっとまあね、もうほぼ直線、最初コーナー回ってもう直線なんでね、ちょっとね、まだね、次のレースでね、お値段以上の話はね、次に持ち越したいなと思います。コスモバルク、叩き合いは望むところだ。おぉ、叩き合い望むところだ。ワールドエース来てる。よし、内から、ブリアンテ。いいね。堂々たる勝利、コスモバルク。かっこええ。実際これ言われたら、地方から来てね、これ言われてたらやばかったやろな。まだだって優秀のもんとかまだ連載してたんじゃないこの時。ありがとうございます。ということで、実際はね出てないんですけど、距離はね積積が伸びてるので、マイルカップをね行きたいなと思いますね。え、優秀のもんも連載してんちゃうかな。うわ、してねえな。お、してるか。まあそうですね、優秀のもんが、優秀のもんね、初代の優秀のもんは連載してないんですけど、優秀のもん G1 がね、あの続編がね、2003年までねやってるみたいなんで、優秀のもん自体はね、まあやってたかなっていう、そんな感じですね。なので地方からのね、優秀のもんはね、地方から地方の、まあ、競走馬を主人公にね描かれた競馬漫画ですのでね、まさに盛り上、ね、ちょうど盛り上がりがねすごかったんじゃないですかって買ってればね、まあ、そういう人気もひょっとしてあったかもしれないですけどね。うん、そうですね、まあゾロ目でいくとねこの辺なんですけど、うん、ちょっとね、うん、信憑性は薄いかなと思う。どっちかっていうとこの今回でいくとね、この三角がいっぱいついてるっていうね、こっちかなという気もしますけどね、うん、まあまあちょっとそんなことは考えずね、コスモバルクのね、三冠だけをねちょっと夢見てやっていきたいなと思います。拍手が湧いている東京競馬とか言いつつね、頭で勝ってないっていうね、飛び出した12頭であります。そのとこですけどね、ちょっと出遅れたんでしょうか。8番レオアクティブで、その要はベッドも収納できるところに、あ、 お値段以上の話なんですけど、ベッドの収納できるところに、あのゲーム、あ、パソコン用のデスクとパソコンを置いてっていうような形でレイアウトできますよっていうのを、が、あの見本で置いてあったんで、まあそれを買おうと思って、まあまあ、まあ結構はいい値段ですよね。で、当日、そのお店行った時は、まあ、そこでお金払って、ね、で、
結構大きいもんなんで、まあ作業ね、結構大きいもんですよっていう説明を受けて、でその作業スペースとかどうしたらいいですかっていう話して、まあね、あのいやお部屋どうしたらいいですかって言った時に、いや作業スペースあれば大丈夫ですって言われたんですよね、うん、でそこで、まあ、後日大きいもんなんで自分で組み立てるのは難しいからジャストウェイ3着でしたね。くそ3着外れてくれたら4着なってくれれば、あ惜しいな、話が途中なんだよ、ね、話がジャストウェイなんだよっていうね、あまあまあぼちぼち人気なんでそんなつかんか、まあ3着でしたね、うん、3着やったら4着でいいよっていうね、そういう買い方なんで、いい感じですね。今んとこね、馬券もね4ね3回中2回当たってるんでね、うん、順調ですね、まあ、額はね負けてますけど、まずまずでしょうか、 B なんか、そうか、瞬発力ないんか、強気で押し切った方がいいんかな、一番人気です、お一番人気いいね、ただいまより投票受付を開始します。実際はねキングカメハメハがね勝ちましたね、でハーツクレイが2着ですね、僕この時ねもう1番人気と3番人気がねこの 全5年ぐらいの間にあの1番人気と3番人気で決着してるっていうレースばっかりやったんで、あのキングカメハメハとハイヤーゲームのあの裏表でしか勝ってなかったんですよね、1点買いで、1点買いっていうかまあ裏表なんで1点買いと言っていいのか分かんないですけど、で当たったと思った時にハーツクレイでしたからね、悔しいな、うん、懐かしい思い出だわ、いやあかんかん、年バレる年バレる年バレる、あかんあかん言ったら、それ3連ターンで行こう、まあブレずにね行きたいなと思います。まあ、今のところね、その他 の馬券の予想っていうのはね、大外れなんでね、うん、全部買ってたらね、その通り買ったら多分外れてんやろなって。いやいや、何がゾロ目やねんっていうね、何がゾロ目派生馬券やねんっていうね、何がね、ゾロフライエフェクト馬券やねんとかってね、思われるかもしれないですけどね、それで当たるっていう、ワンサカ当たる時もありますんで、ぜひね、その動画見ていただければなと思います。まあいいか、うん、そうね、行こう。さあ、スタートを切りました。ねえ、キングカメハメハもね、もうちょっと走ってるとこ見たかったですけどね。うん、強かったですね。残念だわ。当選誉れ星が行く構え、コスモバルク、そのうち7番、メールドインパクト。で、まあ、お値段以上のお店、ね、まあ、先にお金払って、で、いつ、ね、業者に組み立ててもらわないと、自分で作る、組み立てるのは大変なんで、業者の方に組み立ててもらわないといけないんで、その日程を後日しますねって、ゴールデンウィークの半ばやったんですよね。で、それに向けて、毎日毎日ちょっとずつね、もう荷物、部屋の中の荷物結構あるんで、ちょっとずつ片付けてたんですよ。で、あらかた、こう、スペースできたかなと思って、実際、ね、業者の当日、荷物来た当日、業者の方が、来てもらって、どこに置きますかって言われたんで、あ、こっちなんですよって案内して、2階の部屋なんで、ここなんですって、ここに置いてほしいんですって言った瞬間に、そしてそのうちに、いや、ちょっとこれじゃできないですねって、パッと見た瞬間にですよ、えってなって、これじゃできないですねって、パッと見た瞬間、ちょっと、ここに、ここで組み立ててもらって、で、ここに置いてもらうことってできないですかって、いや、これじゃちょっと、このスペースじゃちょっとできないですねって、これもどけてもらって、で、結構ね、隅の方にシェルフとか残ってたんですよね、棚にしてたシェルフをね、まあ、シェルフって棚っていう意味なんでしょうけど、ね、置いたんですよね。で、それもこれもこれも全部のけてもらって、ちょっと部屋を空にしてもらわないと無理ですねって言われたんですよね。え？部屋を空にするって全部ですかって改めて聞いたら、いやもうちょっとこれも、もう全部開けてもらわないとちょっと作業できないです。ってなって、で、慌てて、わかりました、じゃあちょっとすぐのけますんで、これ、ちょっとその後作業してもらっていいですかって言ったら、いや僕たちも時間がちょっと決まってるんで、のけるってなると1時間ぐらいかかると思うんで、ちょっとって言われたから、
じゃあ後日にしますっていうね、1着そういう出来事がありましたよっていうね、2着申し訳ないですね、あのもうちょっとよくレースの合間に話すのはちょっとむずいな、やっぱりレースの合間に話していくのはむずいな。ということでね、買ってないんか、ああ無事にね、あの3冠の夢は今ついえましたので、セントライト記念一番人気でね買ってますのでね、合わせてそこ行って菊花賞行って今回ね終わりたいなと思います。どうでしょう、ちなみにセントライト記念は一番人気で、買ってますね。うん、ダービーはね、うん、ちょっと折り合いも書いて、ね、寄れてたんかな、遮光してたんかな、ね、かなり外に直線ね、ハイペースやったと思うんですけど、かなりねバテて外に膨らんでたようなイメージがありますね。うん、残念ですね。お、1.3 倍、ちょっと待って、これはリアルな競馬と同じ数字が出たぞ。ね、実際のセントライト記念も 1.3 倍でした。 1.3 倍のようです。はい、一応戦績を見ながらね、話してますので、ね、間違いはないかなと思います。で、2着はホーキパウェーブですね。うん、2着はホーキパウェーブなんですけど、出てへんやないかーいですね。ここにおらんやないかーいですね。うん、はい、ということで 1.3 なんで飛ぶ確率はね低いかなと思うんですけどね、どうしようかな。ねえ、気になってんのはやっぱこの辺の、いや4着ってことはないけど、2着っていう気するな。ということなんで、ね、ちょっと2着やった時のっていうのでちょっと買っとこう。よし、300万ぐらいね、ちょっと2着の時の追加で2着固定。狙うは菊の体。そうなんですよね。で、あ、じゃあもう今日は作業できないんでということで、もう後日してもらうことになったんですけど、いやいや、勝った時にね、その時思ったのは、いやもう普通なんかなと思って、逆にこっちがだから認識不足なんかなと思って、そんだけのもん買うねんから、もう部屋空っぽにすんのは当然なんや、当然やねんっていうのが、当然やっていうのが常識なんかなとかと思って、いやいや、これって当たり前なんですかねとかって聞いたら、いや、うん、うん、お店ではひょっとすると、そういう説明されてないかもしれないですけど、実際作業するにあたってはちょっと空にしてもらえないとダメなんですよって言われて、いやいや、おかしくねみたいな。だって新居じゃなければ普通に生活してた部屋を一室開けるってかなり大事じゃないですか、空にするって。普通に生活してたわけですからね、それをね最初に説明してくれへんなんて、なんかちょっとね、納得いかんなとは思って、で再配達も、その再配達料がかかるで、ちょっと予定が合わないんで時間指定もしたっていうことで、追加でお金がかかるっていうところでね、あ、結局ね、まあお値段以上かかったなっていう話ですね。お、3着かフェノメルじゃなければ結構つくか。お、どうですかね。いや、そういうね、うん、結局ね、お値段以上、うん、お値段かかったよっていう、そういう話ですね。うん、オチはね、うん、すいません、お前ブチブチ切れていたよ。まあまあちょっと少ないですけど、まあハズレではないんでね。はい、1.3 の47でなのね、以上のように確定しました。 1.3 でもやっぱ負けるっていうね、皆さんご覧いただけましたでしょうかっていうね、適正な馬体重です。あ、調教師もだ、まあいいか。なので、そうね、もう三冠も結局も取れないんですけど、菊花賞行く、はい、ということでね、もう三冠もねないんで、三冠も取れないことになったんで、ここはね一発夢を見てね、凱旋門チャレンジしたいなと
適正な馬体重です。適正な馬体重です。なんとかここで勝ってほしい、ね。まあ、実際はね、凱旋門には行ってないですけどね、シンガポール空港国際 G1 には出てまして、まあ2着という結果でしたね。海外にもチャレンジされてるのはされてるんですよね。うん、はい、ということで、もの見事にね2着っていうのが当たりましたんでね、今回ね外しとき、自分のもね外しときたいなと思うんですけどね、キャメロットもちょっと人気はもう外しとこうっていうね。よし、当たったから、よし90枚ぐらいいっとこう。でこれで、次最後菊花賞いって、今回ね終わりたいなと思います。まあまあ竹芝がねガチャで出てくれたから、まあ、よかったかなと思うんですけどね。それ生きることができればもっといいんですけど、うん、どうかな、ね、多分どっかでトレジャーも来ると思うんで、そこでなんとか石がもらえればいいかなとは思ってるんですけどね、うん、え、トレジャー来るっていう話13日過ぎてからかな、言ってたの覚えてないな、うん、もう一度先頭から行きますと、シャレータがレースを引っ張るというところでね、一応ねお値段以上お金かかってしまいましたよっていう話はしたんですけど、一応やっぱちょっとね、いやおかしくないですかっていう、そんだけ部屋ねごっそり開けないといけないっていうのであれば、あの先にね説明してもらわないといけないですし、そんな説明お店ではね聞いてないんで、まあその作業スペースだけあればいいですっていう話だったんで、まあちょっとね開けましたよっていうことで言ってね、あの部屋をごっそりちょっと開けなあかんやったらそれ言ってくれないとおかしいんじゃないですかっていうことを、え、一応ね、あのご連絡させていただきまして、じゃあ、再配達料はあの、ね、そうですね、ご迷惑をおかけしたということもありますので、説明不足でねご迷惑をおかけしたこともありますので、再配達料はちょっとあのなしにさせていただきますということはね言われましたのでね、はい、しっかりね対応していただいてますよというね。さあさあさあ、いいんじゃない、ちょっと待って、ハチュソレミアは人気ないんじゃないの、イエローグリーンも人気ないんじゃないの、ちょっと待って、これ来たんじゃない、これは税金をいっぱい納めないといけないやつじゃないの、ソレミアはだって人気ないですもんね、イエロー&グリーンも人気ないですよね、オルフェーブルも、あー来たよー、大当たりー、イエーイ、はしごし5みたいなね、いや845415ね、いやちょっと楽しかったしね、もう一気に行こうよみたいなね、はしごしに行こうよみたいなね、そんな感じの馬券が当たりましたね。もう一気に行こうよっていうついでにね、この菊花賞行っちゃおうよっていうね、そんなね馬券の当たり方ですねどんな当たり方やねん、よかった100万いかんでよかった、あしまった、興奮しすぎて配当ちゃんと見るの忘れてた、申し訳ないです、こういうとこやな、こういうところが仕事に出てんねんな、いい感じですね、はい、ということでね、成績の方はこんな感じで、振るってないので、クエストもねまたちょっと時間かかっちゃうかな、達成するのでね、まあ、G1 を5回勝つのと、獲得賞金が5万なんで、うん、ちょっとかかっちゃいそうやな、まあ、名称終わりでまたのんびりやっとこうかなっていうね、そんなとこですね、番人気です、はい、ということで菊花賞いって終わりたいなと思います、はい、2番人気、さっきもね結局キャメロットをね1番人気外したんでよかったですよね、なので今回もねもうゴールドシップとコスモバルクを外して買ってみたいなと思います、1番人気とね2番人気を外して買っておこう、90番ね、うん、ギリギリね税金を納めない範囲で収まったんで、さっきもね今回もそれぐらいで当たればいいなっていう、いよいよ菊花賞、
菊の舞台は波静か、大海原へいよいよ出航。いやなんかねやっぱりこ、いやもちろんねそのあんまりその一概にねお店側が悪いとも思われへんし、こっちがね常識なんかなっていうのはね、それぐらいの荷物をね頼んでんねんから部屋開けるのは当然やろっていう、業者来てもらって組み立ててもらわねんから部屋空っぽにするのは当然やろうっていうふうに、あのねこっちのオジュもあるんかなっていうのはね若干思うんで、あんまり強気にはね言えなかったですけどね。いやーちょっと説明してもらわないとわからない範囲じゃないですかっていうことで、話はさせていただいたんですけれども、まあ向こうがねおっしゃるにはその同じものを購入された方で、同じようなあのこれだと作業できないっていう、同じようなあのことが何個か何件かあるって言ってたんで、いやいやそれやったらそう対処しとけよっていうね、それは思いましたけどね、そうやって言われたんで、うん、他にもねそういうお客さんがいらっしゃるんですよっていう、その商品買われ購入されてね、その商品購入されて、実際ね現場で作業できないって言われて再配達してるっていうお客さんいらっしゃるんですよっていうふうなこともおっしゃられてたんで、じゃあちゃんとしとけよっていうね、ね、それはもう思いましたけどね。なんか、うん、まあまあまあ、そう考えるとね、再配達の、ね、時間指定、再配達の料金は、ね、向こうが負担してくれるということなんですけど、時間指定の、ね、金額はこっちで払わないとダメで、ただ、時間指定せなあかんくなったのも、いや、そっちの落ち度じゃないんですかっていう気もしてきたんですけどね、まあまあそこはね、そこはちょっと、うん、まあ、こっちの落ち度もあったかなっていうのと、まあ自分の勉強代としてまあそれは払っとこうっていう、そんなとこですね。なので今部屋が空っぽの状態なんでこんな反響してるっていうね、そのとおりです。さあ、いやいやゴールドシップはね、うん、ゴールドシップはね、あれ買ってる、あれコスモルグ差し貸してきた。そうマジで、いやゴールドシップはまくりなんで、ここからバテてね、マウントシャフトに刺されてと思ったら、自分コスモバルク頑張ってた。すごいです。一着8番、はい、ということでね、最後の最後で、コスモバルクが勝ってくれて、馬券の方は外れるというね、そんなちょっと複雑なところでね終わりたいなと思います。いや本当申し訳ないですね、スタポケのね、スタポケしながらね、もう全く違う話ね、全く違う話をねダラダラとしてて本当申し訳ないなと思うんですけれどもね、次回ね、そうですね、どうしようかな、次回低音ペラーの世紀末覇王の続き走らせていこうかなと思いますのでね、そちらの方もねぜひ見ていただければなと思いますね。活躍するのかしないのか、ね、果たしてっていうところでね、はい、それでは今回、コスモバルク走らせてみた、いかがでしたでしょうかっていうね、ね、竹芝当たってよかったね、馬券も当たってよかったねと思っていただける方はね、ぜひね、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。